河合徳子は日本の実業家。不動産業、観光業、IT デザインなど5つの会社を束ねる、ノブレスグループの代表。社団法人ソーシャルサイエンスラボ理事長。1958年、奈良市に生まれる。立命館大学卒業。1997年、父親の会社を引き継ぎ、多くの不良再建物件を物語力で蘇らせてきた。 京都南禅寺界隈に位置し、食地こと七代目、小川寺平の手による、日本庭園を有する、何ありそう2006年10月に取得。2年余りの時間をかけて、庭園、邸宅ともに再生し、世界的オークションハウス、クリスティーズが100%出資する、クリスティーズグレートエステートに、日本の不動産として、初めて出品し、2009年に、 米富豪ラリーエリソンに売却。現在もノブレスグループ不動産部門、株式会社ノブレスにおいて庭園付物件などの再生を手掛けている。ミシュランガイドにて2年連続にパビリオンの評価を獲得したホテルアジールならは、かつて団体旅行客中心のホテルだった。2000年に築20年を経過していた建物を取得し、十数年かけ、個人客にもくつろげる空間と、 サービスを提供できる施設へと再生を果たした。ホテルアジール、奈良が所属する、ノブレスグループ観光、サービス部門、株式会社ワールドヘリテージでは、ホテル、土産物店運営など、観光事業についてのコンサルティングを行う。学生時代より、西洋市の王や安部金屋に傾倒。1997年には、大阪21世紀協会が主催する。 21世紀塾にて、米山敏直に指示。その後、2004年より、日置光一郎と中牧博史城が主催する国立民族学博物館における経営人類学の共同研究へ参加し、討論に加わる。2008年には、同共同研究会の特別講師として、日本の近代の経営者と増援文化を発表。マクロ経済学では、 若田部翔と原田康氏、田中秀臣、飯田康之と交流が深く、浜田孝一にも教えを仰ぐ。ありがとうございます。